外国大使館なのよ。違い保険が確立されているわ。分かっているの？いいこと？この中は日本ではないの。あなた見つかったら100回は試験にされるわよ。ううん、うん、殺されても文句は言えないわ。あなたが楽天すぎるのよ。あなたが考え直すならいくらでも大声を出すわ。いい？あなたの非道ぶりには今まで目をつむってきたけどね、ちょっと限度を超えすぎよ。
何すんのよ。何がよしよしよ。ちょっとくらいキスがうまいからってね、図に乗らないで。図に乗らないで。そしてだからって、それは じゃあキスしてないときは可愛くないって言うの？もういいわよ、止めない。でもね、アリ一匹だって入り込む余地なんてありはしないわよ。捕まったらどうするの？捕まったらよ。自信過剰。根拠は？もう、信じられないわ。ねえ、本当に本当？ああ、もう、信じられないわ、神様。私も行く。あなたを一人でなんて危なっかしくて気が気じゃないわ。同じようなものじゃない。連れて行かないならここでまた騒ぐわよ。捕まらない自信があるんでしょ？だったらその自信を分けてもらうわ。さ、時間は貴重よ。経過すればそれだけリスクは幾何級数的に増大していくわ。暗いわね。誰もいないみたい。何言ってるのよ。そうね。じゃあ私は右の方から。あの偽物の男も。あら、その手に持ってるのは何？エルディア科学局報告書？何よこれは。呆れた。持ってきちゃったの？もう、何をしても驚かない。でも、気になる記述があるわね。ディレクターの父親ね。でも一体何よこれ。
手がかりなし。2回も一通り目を通したけど、そろそろやばいんじゃない？時間的に。配らないよりマシよ。さ、早く出ましょう。その報告書、持っていくの？では今、返していただこう。しまっ。おっと、動かないでくれたまえ。昼間のジャーナリストを語ったネズミか。小次郎、あなたね。うん、女も一人いるようだな。どうも、こんばんは。うん、こんな夜更けにという時間でもないが、何をしていたかは一目瞭然だな。不法侵入、治外貢献侵害、窃盗、秘密法違反、ついでにプライバシー侵害。面白い男だ。北条さんの言われた通りだな。とりあえずその報告書は返していただこう。質問ができる立場かね。さて、ではこちらから質問をさせていただこう。いいかね。恐縮だな。君は何者で何の目的があるのかね。おお、なかなかの哲学者だな。銃。おっと、動かないでくれお前。これで君らを殺しても正当防衛が成立することになった。成立するわけがないわ。君たちの主観はどうでもいい。警察がどう考えるかが重要だ。それに私を捕らえて裁くことはできない。外交特権というものがあるのでね。質問に答えてくれれば考え直してもいい。もう一度聞く。君らは何者かね。さっきの騒ぎも陽動というわけだな。すると彼女の居場所も知っているのかね。しらばっくれるのはよしたまえ。あの次女の雇い主だ。どこまで？君はなかなか手強そうだ。だがそっちの彼女は君よりは温厚そうだ。少し恐怖が出たね。別に。いや、何、強制はしないよ。だが多分君は話したくてしょうがない。お願いだから聞いてくれと、そのうち言うだろう。うん、元情報部の手腕発揮ってところ。いろいろと詳しいね。どのような話を聞かせてくれるか楽しみ。の話でも聞かせてあげましょうか。嬉しい限りだ。じゃあそこの男はもう。ちょっと小次郎。何言ってんのよ。散々人に心配をかけといて、その言い草は何？なんですって？何度でも殴ってあげるわ、このインポ。あんたなんてね。仲間割れか。実に楽しい人たちだ。ええ、撃てるものなら撃ってみなさい。しまった。撃つな、バカボン。私に当たる。ちょっと待って。逃がすな。絶対に逃がすな。
どちらか一方でいい。生きて捕らえろ。小次郎、4階まで逃げてきたはいいけど、事態は好転していないみたい。このままだったら追い詰められちゃう。なんで入り口から逃げなかったのよ。もう思い出しちゃったわ。さっきひどいこと言ったわね、メス犬。降りられるかしら。無理ね、この高さじゃ。そうかいって。下だから。あっ、冗談言わないでよ。この高さなんだから。でも無理よ、そんな。ダメよ。そうよ、まだ他にやりようがあるはずだわ。何よ。え？次郎、あなたね、私を殺す気。危うく死ぬとこだったじゃない。当たり前でしょ。覚えてたのよ。なんとかね。バカ言わないで、自分の足で走る。ちょっと押さないでよ。なんで私の後ろからついてくるの。バカ。そうね、行きましょう。もう考えられないわ。おとといまで香木として真面目に働いてた私なのに。あなたに言われたくない。もう生きた心地がしなかったわ。銃を突きつけられて拷問されそうになって、挙句の果てに4階から突き落とされて。笑い事じゃないわよ。こんなにずぶ濡れになって、ドンパチ銃撃戦までやって、どこが5体満足なのよ。銃撃戦で思い出したけど、あなたのあれ、拳銃のことよ。よくも騙してくれたわね。何がモデルなんよ。本物じゃない。もう信じられない。不法侵入で治外法権を侵害し、拳銃まで乱射してきて。同じことよ。明日の新聞が怖いわ。だって私たち顔を見られたのよ。もう終わりだわ。
が大丈夫なのよ。なぜそんなことが言えるの？信じられないわ。結局収穫はなかったわね。ええ、正直ここまで何もないとは思わなかったわ。だってあの偽物はいない、プリンちゃんもいない。あのまま捕まるなり殺されるなりしても、私たちを弁護してくれる人なんて誰もいないわよ。もう嬉しくって涙が出ちゃう。何？そういえば、つまりある程度の付き合いがあったという。つまりどういうこと？コウのことも知っていて、彼らの関係をも知っていた。あの報告書とかいうの、あれは何だったのかしら？それはそうじゃない？公文書なんだから。理由って何よ？あなたって本当に勘に頼る人ね。どうしたの？汗かいてる。暑いの？何よそれ。ちょっとどうしたのよこれ。怪我してるじゃない。血だわ、赤い。冗談を言ってる場合？いつ？あ、まさか私の後ろを走ってて？バカ、なんで言わないのよ。女の盾になるなんてカッコつけないで。大丈夫なの？当たり前でしょ。ちょっと待って、救急箱を持ってくる。大丈夫なわけないでしょ。血が出てるじゃない。持ってきたわ。さ、傷を見せて。いいから見せるの。血で張り付いてる。ごめんなさい。ごめんなさい、慣れてないから。これね。ごめんなさい、あなたがかばってくれたことわからなかった。何よもう、私はあなたのことを心配して。私にできることある？できることならするわ。あ、大丈夫。何よそれ。くちゃ。よく考えたら私たちまだずぶ濡れ。そうね、温かいお風呂に私も入りたい。バカ言わないで。だからって一緒にだなんて。できるわけないでしょ。ダメよ、そんなの。隣の部屋には別の女性とがいるのよ。バカ。あ、ごめんなさい。ごめんって謝ってるじゃない。何よそのにやけた笑いは。いやよ、嫌だったら嫌。
っちゃダメよ。なんか言った。しょうがないじゃない。風呂場で死ぬ死ぬ騒がれたら。あんな大きい声を張り上げて、もうここは女子寮なのよ。周りに聞こえたらどうすんのよ。聞いてるわよ。この年頃って何でも気になるんだから。ちょっとタオルは取らない約束でしょ。減る。ちょっと静かにして。隣には女生徒が住んでるのよ。あなたの主観なんてどうでもいいの。まったくも。聞こえない。全然聞こえない。聞こえない。聞こえないったら聞こえない。けなしてるようにしか聞こえないわ。あ、ちょっと何見てるのよ。見ていない人がよく肉付きがいいだの言えるわね。気持ち悪い人間。江戸っ子じいさんじゃないんだから。私のこと軽い女とか思わないでよね。それはその、こういうことになって、言っておきますけどね、私はあくまであなたの傷を案じてサポートするだけ。な、何よそれ以上って。ダメだからね、求めても。はっ。何よ。何？いるわけないでしょ。知らない。どうかしらね。ない。邪魔。ジロ。今の日本社会はね、病んでいるわ。誰かがこれを治療しなければならないのよ。そのために私は公僕として公共の福祉に貢献している。だから男性にときめく暇はないわ。何？マジ。できないわ。ジロ、あなたに何がわかるっていうのよ。ショックだったわ今日の通信ログ。政府が陰謀に加担しているかもしれない。一体私のやってきたことって何？公僕として貢献するなんてかっこいいこと言っちゃって。でもやってきたことは陰謀に加担することだった。でも事実だわ。かっこつけて彼に啖呵切ったのにね。何？根っこ？でも腐ったじゃない。もちろんよ。私は自分の仕事に自信と誇りを持っていたわ。窮屈な女だそうよ。面白みがないって。容姿が大人じゃないって。すぐ怒るって。可愛げがないって。何？好きなの、体を洗うのが。どういうことよ。もう洗って。何言わせるのよ。
聞こえない。さてと、こっちにいらっしゃい。何よ、さっさと上がりなさい。向こうを向いて。タオルは取っていいわよ。でも絶対にこっちを見ないでよ。ないけどある。バカ。ちょっと変な声を出さないでよ。はあ、まったく変な人ね、あなたって。肩大丈夫？ねえ、今度はあなたのことを聞かせて。この業界は長いの？以前葛城探偵事務所っていうところにいたんでしょ？まあね、一頃新聞をにぎわしたあの連続強盗犯の逮捕はすごかったわ。あなたが？恋人さん？じゃああなたの恋人も探偵なんだ。ごめんなさい、別れたんだ。でも好き？ちょっと焼ける。なんでもない。ねえ、なんで別れたか聞いてもいい？ごめんなさい、無神経な質問だったわ。変な言い回しばかりね。原因は何よ。あっ、切れた。どうかしら。こんなシチュエーションで冗談を言うな。フォローに困るだろ。ちょっと何を。ダメダメったら。急に発情しないでよ。で、恋人さんに悪いわ。何よそれ。なんとなく求められるような気がしていたから。ええ、さっきはありがとう。慰めてくれて少しだけ嬉しかった。ずいぶんと優しいキスなのね。他の女性にもしてるんでしょ？信じない。もうちょっとこうしてたいね。何を。ふんだ。大丈夫？うん。小次郎、簡単だけど食事の支度ができたわ。え？帰っちゃうの？そう。バカ。私ね、決心がついたの。今の仕事辞める。結局私、形にこだわっていただけなのかなって思ったの。小次郎言ったじゃない、社会への貢献は何も公僕になるだけじゃないって。言ったわ。私ね、小次郎のこと、もう最初はなんて変な人だって思ってたわ。法律は破るし、規則は守らないし、もうとにかく信じられないくらいリベラルな人。でもね、私、あなたのような立場や考えに嫉妬していたのかもしれない。あなたはどんな立場に立っても
己の正義を貫く人だわ。そう思うの。ううん、わかるの、わかるのよ。福祉への貢献なんてどんな職業でもできるわ。でも自分の能力や特性を生かせる職業にするつもり。私立探偵。ううん、就職。うん、もう決まってるの。冗談。天城探偵事務所よ。ううん、考えたわ、お料理しながら。お料理してようが、お通じしてようが、考えることは一緒よ。面倒見るって以前言ったじゃない。ダメ？どうなの？いいわ、事務所をたくさん盛り上げて軌道に乗ったらたっぷりともらうから。慣れてる。構わない。いけないの？本当？もち、ありがとう、小次郎。でも違う、なんだか恋人さんに悪いなって。弥生さんって言うんだ。彼女のとこに押しかけて、彼は私にキスしてくれたわって言ってみようかな。嘘。でも小次郎の弱みを握ったわね。怖くないわ、ちょっと刺激的なだけ。また恋人さんとうまくいかなかったら言ってね。どうするのこれから。ごめん、もう電話止めてるのよ。うん、ねえ、いつから通えばいい？今日？じゃ、明日からね。私も考えをまとめておくわ。レポートにでもしましょうか。いつもしているから、この方が早く考えがまとまるのよ。 OK。うん、別に明日行く。でも素敵なところです。素敵
的な場所なんです。ここです。故郷を思い出しちゃいます。はい、私が生まれたところです。はい、砂漠の海ですけど、夜は青く、遠くからかすかにさざ波の音が聞こえてきます。そして私をすべて飲み込んでしまいそうなくらい深みと厚みを感じさせる、そんな場所でした。こんなこと変ですよね。帰りたいな、あの場所に。でも小次郎様が来てくださって帰りたくなくなりました。違います、お金の問題じゃないんです。小次郎様には本当にお世話になりました。感謝の言葉もありません。あのお方は私は小次郎様、私は一体どうしたらいいんでしょうか。この不幸から抜け出るにはどうしたらいいんでしょうか。はい、はあ、はい、小次郎様。はい、何でしょうか。もちろんです。小次郎様は私を悪漢の手から身を挺して救ってくれました。それに行き場のない私を置いてくださって感謝の言葉もありません。分かってます、小次郎様が何をおっしゃりたいのか。分かってるんです。これは厳重に口止めをされていました。そのことは記憶に留めておいてください。私はさる高貴なお方にお仕えしています。ご存知だったんですか。あ、はい、その方はある品物をコウという男性から受け取られるはずでした。私も知らされていないのです。私はそれをコウ様から受け取り、あのお方にお渡しするはずでした。コウ様はこの鳩場を受け渡しの場所に指定されました。ですが指定の日時になってもコウ様は現れません。私は途方に暮れました。その品物がなければあのお方に合わす顔がなく、かといって皇様が現れる気配もありません。はい、小次郎様を結果的に利用する形となってしまいました。どのような処罰も覚悟しています。許してくださるのですか。小次郎様、ありがとうございます。小次郎様の部屋で皇様が死んだことを知った時は心臓が止まるかと思いました。皇様の邸宅へは絶対に行くなと言われていましたが、確認をしなくてはと。はい、皇様はもうお亡くなりになっていました。はい、はい、ご配慮感謝します。はい、はい、私は今までそこにいました。
小次郎様、来られたのですか？大使館の方々は、私を保護してくださったんです。はい。私に、法外な懸賞金がかけられているという話で、数日ここにいるとよいと。あのお方に連絡を取って、迎えに来させようと言っていただけましたが、私には連絡をすることができません。皇様から品物を受け取るまで、戻ってこないように申しつかっているのです。違うんです。私がその役目に志願したのです。はい。ですから、あのお方への批判は私にお願いします。小次郎様に連絡を差し上げたかったのですが、電話番号を知らず、どうしようかと。はい。御堂様には申し訳ないと思いつつも、小次郎様のことを言うわけにもいかず。はい。はあ！ちゃんとここにあります。ジャケットを脱ぐとき、大切なものはズボンのポケットに移しておいたんです。そんな、私なんて。申し訳ありません。ジャケットは置いてきてしまって。何でしょうか？いいえ、存じませんが。わかりません。ごめんなさい。見せてもらえますか？あの、さっぱり。あの、どういう意味なんでしょう。ごめんなさい。全然わかりません。え？皇様が？何度読んでもわかりません。わからないです。はい。エルディア王家の高貴なお方です。はい。温厚で優しく、分け隔てなく人々と接する、とても良いお方です。私が志願したんです。おかしいでしょうか？はい。それは、やめます。はい。ちわー。あんまりあのお方の悪口を言わないでください。私は、あのお方も小次郎様も、みんな好きなんです。お願いです。すみません。勝手なことばっかり言って。はい。もう、ここまで言ったら同じですよね。あのお方は、王位の継承者です。はい。いいえ、全く。はい。テラーさんというお方でしょうか。どこへです？そ、
それはできません。そう言われてます。はい。たとえこの身が朽ち果てようと。あ、はい。はい。おそらく必要としてくれるはずです。何もしてないわけじゃ。はい。はい。そうかもしれません。そうですね。そうかもしれないです。わかりました。小次郎様も一緒に来てもらえますか？はい。きっと小次郎様も好きになってくれると思います。プリンセスホテル1420号室です。はい。はい。でも、どうやって。はい。電話ですか？はい。はい。あー、懐かしいです。バッチリです。先ほどまで何度か小次郎さんのとこへコールしてたんですよ。まずは小次郎さんの方から伺いましょうか。実はまだ居場所が判明していなく。どういうことで？さすがですね。脱帽ですよ、小次郎さん。ほう、どうなさるんで？プリンセスホテルなら待ち合わせができますぜ。勘ですよ。もしそうだったら都合がいいってことで。どんな情報です？なるほど。無論できますがね。しかしわからないお人だ。あれだけの賞金を棒に振って娘っ子に何を期待するおつもりで？これは失礼しました。詮索は最も嫌がられる行為でしたね。わかりました。やらせていただきましょう。どうです？プリンセスホテルでお会いしますか？これからすぐに行かれるんで。わかりましたよ。情報はちゃんと流しておきますね。それがもういいんで。では失礼。はい、こちら葛城探偵事務所。おかけになった電話番号は現在使われておりません。何の用だ？気が狂いそうになるくらい忙しいがね。やりがいはある。嫌なライバル探偵者を蹴落とすためだったら私は何でもやってやる。聞きたいか？賢明だな。お断りだ。お待たせいたしました。はい。
ましょう。フロントさんとお話ししてキーをいただきましょう。こんばんは。お部屋の鍵をいただきたいのですが。ではお部屋に参りましょう。ビップルーム1420号室です。おかしいですね。入る前にノックするのはエチケットですわ。しょうがないです。入りましょう。ごめんなさい。なんだか変な気分です。私なんだか変な気分。わかりません。怖いんです。怖い。そうです。違います。なんだか変な気分です。わからない。オアシスは潤い、砂漠には緑が戻る。我が王家に伝わる古い詩の一節なのです。よくここまで来てくれました。はい。でも違うとも言えるのです。はじめましてと言うべきでしょうか。私は彼女、プリンの言う王家のものなのです。私の名前はプリシア・レム・クライム。
エルディア共和国の正統王位継承者です。私はプリシアであり、プリンでもあるのです。分かっています。混乱されているのは最初からお話しすべきでしょう。はい、私とプリンは同一人物。プリンは私に与えられた人格の一つなのです。最初からお話しした方が良いでしょうね、小次郎。はい、プリンの記憶は私の記憶なのです。彼女が覚えたことは私も知っています。